は日曜日です。目白河川です。昨日、今日とかなり あのルアーマンがここを叩いてるかと思いますけども、あのルアーで釣れない魚がいるんですよ。特にあの今時期になるとですね、意外と魚もそこべったりについて、あの当然ドライフラインも出てきませんし、あのルアーを中等引いてもですね、なかなかそれにあのアタックしてこないと。もうそこべったりにいて、流れてくる餌をじっと待ってるようなあのイメージです。まあ、そんな中ではあの脈釣りが非常に効果的です。ただあの脈釣りだからといって、どんな餌をどんな仕掛けで流しても誰でも簡単に釣れるのかって言ったら、まあそうでもないですね。あのロッドの長さ、調子、重りの重さ、使う針の号数、そしてあの当然流し方ですよね。流し方もあのそこギリギリを静かに流して、で一番大事なのは餌なんですけども、餌もですね、あの四季を通じて同じ餌を釣れるかって言ったら、そうでもないんですよ。あのその時と場所と状況によって、あの反応のいい餌と反応の悪い餌っていうのがあります。秋口は秋口なりのですね、あの餌のセレクトを間違えないようにやればですね、あの面白いように釣れてくるんですけども、全く違う合わない餌を使うと、あの全く反応しないといったこともあります。ですからあの餌釣りだからといって、あのそんなに簡単なものではないのかなと。やっぱり経験を積むことによって、あのその時期、その川の状況、あの全ての経験からこういう釣り方がいいだろうとか、これぐらいの重さで、これぐらいの、ところをどれぐらいのスピードで、流していけばいいのかとか、まあやっぱり経験がやっぱりある程度必要になってくるのかなというふうに思います。釣れるかな、この辺からやっていきましょう。お疲れさん、来た来た、はいはい、暴れない暴れない、もうね場が荒れちゃうからね、暴れないで。来ました、早速ですね、こんな感じです。ちょっとやめて、やめてやめて、はい、いいやつですね。割といいやつっていうか、これこれ、こんな感じです。一発です。うん。行きました。うん。すごい。ねえ。おっ、すごい。おぉ。あ、次か。ね、こっち。ねえ。いるんですわ。こんな感じです。かかったかかってる。おお。ほら、かかってた。おお。流してたらかかってたぜ。おお。よしよし。30センチぐらいですね。よし、いいとこかかってます。うん、はい、おいで。よし、行った。行った。よっしゃ、おっと。うん。すごいいますね。めっちゃくちゃです。磯竿だから無理っくり持ってきます。これも30センチ以上、一本でかいの欲しいな。60クラス、これで35、6ぐらいか。35、6ぐらいでしょ、これね。え、
おお、おお、引く引く。どうだい、おっさん。寄ってくるかい。寄ってくるやつだったら立ってないね。お、頑張る頑張る。ああ、そんなにびっくりすることも起きてないですね。よし、最初頑張ったんですけどね。最初頑張ったけど、最初だけだった。いますね。お、これもギリギリ。おお、来た。よし。よし、また来た。無限に釣れますね。どうだい、今度は。よし、よしよし。どうだい、どうだい。寄ってきません。おお、暗くなってますね。どうだいどうだい、弱ったかい。磯竿ですからね、結構いいんですよ、やり取りは。そんなに、そんなに効かないですね。ね、バーディしちゃうからね。おお、粘る粘る。似たような方ばっかりですね。40ちょっと綺麗ぐらいのやつが多いんですよね。これで40あるかないかな。来た。おお、きく、きくね。寄ってこない。これでかいんですか。これでかいですよ、これ。あ、そうじゃないか。40ぐらいか。長いのあるから。そうですね。すごく大きく感じる。40ぐらいだ。うん。40ぐらい。ね。すごいでかく感じたんですけど、40ぐらいですね。40ぐらいの答え。いやー、すっごいコンディションいいですね。おお、一発です。これ元気な一匹。これやっすね。やですね。来ました。
もう同じような方だな。はいよ。こっち持ってました。ね、場を荒らさないために一気に。よし。これちょっと小ぶりですね。30センチぐらい。さあ。どうだ。持ってったけど。あ、そうでもないですね。どうでもなかった。はい、そうだ。よし。これも34、5センチ。そっか。意外と出せないでかいですね。何やねん、これ。最後にしたのはどんなやつかな。全然すみませんよ。来ましたよ。流れが強いからね。でかいのか小さいのか。入る。もう餌ないです。おお。最後は楽しみましょう。秋田からしゅうりもこんな曲がり方ですよ。秋田からしゅうり、お、ね、こんな風に曲がるんですよ。秋田からしゅうりも、ね、最後の最後来ました。曲がりしてるからね、乗らないんですよね。ほら40センチぐらい。どうやって寄せましょう。強引に寄せますか。だいぶ寄ったね。あちらにカラクリ、カフタオと同じ曲がり方は。あちらにカラクリはね、一気に寄せます。よし、寄ってくれ。オスですのでね、雨が降ってきます。ワニにはちょうどいいかったですね。よし、よし、あ、取れた。オスですね、オス。よし、やる。もう一つ。よし、これ最後一番いいやつなんです。これねえ、一番いいやつですね。最後一番いいやつなんです。
ね。ね。腰もいいやつですね。よし、ありがとう。うん。よし。